できる洋服を調達していてバタバタしてしまいました。すいません、ちょっと怒られていますが気を取り直して結婚式頑張ろう。気を取り直してバルコニー付きのお部屋ご用意しておりますので、はい、ぜひお楽しみください。はい、していただきましてご入室お願いいたします。はい、あー綺麗、カーテンすぐにお開けいたします。はい、はい、わーすごーい。キーケースお持ちいただきまして1階まで降りて係り、わー何これ、すごすぎる。こんな大きい鏡初めて見た。本当にすごすぎる。プチギフトを今取ってきてカードをサンクスカードをつけます。もうすぐ打ち合わせがあるので、これでいいじゃん。プチギフトしてもいい。こんな感じのサンクスカードをつけて最後に渡しする用のプチギフトです。夜ご飯です。中華弁当をテイクアウトしてきました。めちゃくちゃ最高です。ね、ぶどうって皮ごと食べれるやつだった？食ったよ今日。いただきます。うん、うん、これ冷たくて美味しいやつだ。いただきます。ここのあのお料理美味しくて、マルチカの中華かな。辛い。辛いね。やばいかも。この卵食べな。ありがとう。チンジャローさんこれ食べて。うん、いつもの私たちすぎる。さすがに前日なので手紙を仕上げの1枚ぐらい残ってるので、それを書いたらゆっくりできると思います。皆さん、六花亭知ってますか？北海道におばあちゃんがいるんですけど、ちょっと遠方で来れなかったので、いっぱい私の大好きなチョコマロンを持たせてくれたみたいで、私は北海道のお土産で一番好きなのはチョコマロンです。食べていいかな？1個ぐらい食べていいよね。でも手紙を書くという任務があるんで、それ終わったら食べよう。ありました。はい、はい、すみません。私は和定食の、はい、あ、わかりました。はい。
初やばかった頭おかしい。いやいやいや、意気込みを意気込みてもらっていいですか。あ、うん、iPhone 結構弱くてこんなに撮ったら、後から疲れちゃうから大丈夫ですか。全然大丈夫ですよいつもの3倍ぐらい撮ってるかもしれない。やばそうだね。ご入場です。
けそう。カシェも行きますよ。はい、ありがとうございます。はい、オッケー。